わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は新型コロナウイルスワクチン接種に関する取り組みを紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学薬学部薬学科内田裕二教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。コロナウイルスなどの感染症を制御するためには安定的かつ迅速なワクチンの供給とその接種を提供することが重要です。その課題の一つが打ち手の確保になります。ここでは薬学生に対して、シミュレーター、これがシミュレーターなんですけど、このシミュレーターを用いてワクチン接種のための筋肉注射の実習の導入と、その効果の検証を行っています。ふむふむ、具体的にはどんなことに取り組んでおるんじゃ。解剖学的な知識に基づいた講習プログラムを事前に準備しておりまして、それを実践しています。そのプログラムでは、学生さんに人間の腕を再現したシミュレーターの筋肉に実際に注射を打ってもらっています。技術はもちろんですけど、ワクチン接種をすることによって、起こりうる、副反応への対処法なども、合わせて学ぶようなプログラムになっています。さらに実習の前と後にアンケートを実施しまして、学生さんたちの意識とか気持ちがどのように変化したかということも検証しています。4年生に対して実習を行っているんですけれども、1年生の段階で基本的な解剖学的な知識はもう講義で身についています。今回はこの上腕三角筋という筋肉に注射を行いますので、その周囲を含めた血管の走行でしたり神経の走行を復習をしてから、その後実際の手技に入るという形になっています。実習前ですと、どちらかというと打てないっていう答え、アンケートでの答えが7割程度あるんですけれども、実習後に同じアンケートを取りますと逆に7割程度は打てるだろうという答えに変わってきますので、実習自体の意義はやはりあるのではないかと思います。内田教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。現段階では筋肉注射によるワクチン接種というのは、医療行為ですので、薬剤師が行うことは認められていません。ただ、コロナウイルスの感染症がさらに、拡大したりとか未知の、感染症が起こった場合には、打ち手の一つの職種として薬剤師が認められることは十分に考えられると思います。実際に、自治体の大規模接種会場でも、ワクチンの温度管理とか希釈とか注射器への充填などはすでに薬剤師が担っていますので、さらにその打つという行為まで薬剤師が行うことができればですね、社会に対する貢献の一つになると思います。週に1回は、学外の医療機関で、内科の診療を行っています。その経験からしても、薬剤師が将来担えるところはもっと他にあるのではないかという思いもありますし、逆に薬剤師がここまで担ってほしいなという思いもあります。学部教育の一環として今後も、ワクチン接種のための筋肉注射実習は続けていくつもりです。すぐに行う機会が、なくてもワクチン接種の、流れを知ることで医師だったり看護師だったり他の医療職との連携がスムーズになっていくと思います。崇城大学薬学部薬学科の活躍がますます楽しみじゃ。